永遠の子は、天道新たの書き下ろし長編ミステリー小説、及びそれを原作としたテレビドラマ。児童虐待などの家庭的な問題から、児童養護施設で育った3人の主人公が、弁護士、警察官、看護師となって再会し、それぞれが過去のトラウマに悩まされ、苦しみながら、徐々に助け合いながら生きていこうとする、現代の日本の親子関係の暗部をモチーフにした。 作品である。1999年3月に、原冬者より、上下巻が出版される。同年4月、TBS 系列、王様のブランチ内の、おすすめの本を紹介するコーナーで編集者の松田、哲夫が本作を紹介すると、売り上げが飛躍的に急増し、130万部を超える、ベストセラーとなり、第121回直き35章に、ノミネートされたが、 好意的な票を寄せたのは、五木博之のみで、他の選考委員には総じて不評で、受賞には至らなかった。2000年には、第53回日本推理作家協会賞を受賞。また同年の、このミステリーがすごい。で、国内部門1位に選ばれた。2004年10月に文庫化された。3人の主人公は、子供の頃あらゆる児童虐待を受けてきた。草祐は、 父親から性的虐待を、長瀬昭一郎は、男遊びが盛んな母からネグレクトを、有沢良平は、母からタバコを体に押し付けられる身体的虐待を受け、その恐怖から恐怖症を患ってしまう。三人は1979年に、瀬戸内海の小島にある精神科病棟で出会い、院内学級で小学校時代を過ごすも、三人の決断によりある事件が起こる。 勇気の父親が滑落死したことで三人は離散するが、18年後の1997年、社会人として過ごしていた三人は、川崎市内で運命的に再会することになる。そして再会によって、また事件が起きてゆく。2000年4月10日から6月26日まで、日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に、全12話を放送。 制作は読売テレビで平均視聴率は11.8%。主演の中谷美紀と渡辺厚郎の2人は継続に続いての共演で話題となった。1話より各主人公のトラウマを演出するためジラフとナオコの過激なベッドシーンや少女時代の勇気がフルネルドをあらわにする。 少年時代のモールとジラフが下着姿で走り回るなど体当たり的な演技が垣間見られる。第18回全日本テレビ制作者、連盟ドラマ部門年間最優秀少女賞作。ありがとうございます。